札幌ビールカップ優勝戦一号艇の中村明智選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は一コースからコンマ二二のスタート。はい、逃げての一着で優勝戦の一号艇ということになりました。準優、はい、振り返っていかがでしたか。ちょっとあの待機行動を気にしすぎてしまって、はいちょっと侵入深くなってスタートもわからなかったんで、様子見ながら行きました。ちょっとドキドキだったわけですか。<laughs> ドキドキというか、ちょっとあの品がないですね。はい。 あの今節は予選トップでの準優勝戦、はい、1号艇だったわけですけれども、うん、準優の前に1戦が5着でした、すぐペラを調整されてました、うん、あのちょっと、回転が上がってると思って、ちょっとあの試したいことがあったんで、はい、もうラスト試す方向でやったんですけど、やっぱりあの失敗だったんで、はいあの、元に戻しました。はい、はい 優勝戦、はい、このメンバーで1号艇ということになったわけですが、うんはい、若い選手がずらっといる中でなんですが、正直、優勝戦1号艇の足では全然ないですしかし、シリーズというのは流れもありますから、ね、今回はコース上記のメンバーも脱落したりして、トップからの優勝戦、一枠となりました、うん、もう流れだけですね、今節は。はいはい、ここままで優勝3回ありますけれども、うん まくりとかまくり差しとかですから、そうですね。一枠は初めてですか？そうですね、初めてです。はい。はい。ここで優勝を勝ち取るというのがこの先に向けてステップアップになりますね。もち,もちろんそうだと思ってます。はい。はい、小島の印象はどうですか？小島はもう久しぶりなんで、はい、まああの丸亀とお隣さんなんで、はい、あの嫌いな水面ではないです。ここで実績を作って、はい、次に向かいたいですね。そうですね。あの9月に終年も入ったので、あのしっかりと結果出したいですね。はい。 今年はこれが5回目の輸出で、はい、1>, 1月の住の井に続く、2回目の優勝がかかる一戦です。はい、ファンの方に一言お願いします。えっと今月はもうあの流れだけなんで、あのしっかり優勝したいんで、最後えっと色々な方々熱い。熱い5000で後押ししてください。よろしくお願いします。